本当に初めのうち計算のスピードがいい、という子はいるんですね。あ、この子もしかしたら大会とかまでいけるかなっていう。さあ今日も撮っていきたいと思いますね。この YouTube ソロバンチャンネルではソロバン学習をする仲間たち誰一人として取り残さない世界をゴリ先生作ろうと思ってやっております。チャンネルトップ概要欄のトップにですね、有料のメンバーシップの特典という内容が載っております。ぜひ見ていただいてですね、メンバーシップならなくてもいいんで、こんな特典じゃダメだよ、もっとこういう特典が欲しいというようなリクエストあったらぜひ教えてみてください。あと有料のメンバーシップは作りましたけども、今まで通りこのように頑張ってなとか毎日、無料の動画アップしていきたいと思いますので、ぜひちょっとお願いしたい、協力してほしい、助けてもらいたいことがあるんです。ぜひ SNS 等を使ってですね、シェア拡散してもらうと本当にありがたいんです。嬉しいんです。よろしくお願いします。ということで、今回のテーマいきますね。計算力アップだけではないソロバン学習の可能性を広げるというテーマでお話ししていきたいと思います。まあ当然ソロバン教室皆さん、計算力がアップするんだろうなと思って、保護者の皆様通っていただいてる、会話していただいてると思うんです。実はですね、ゴリ先生のリアルの教室でちょっと前に実際に起こったお話をちょっと教えますね。保護者の方からご連絡をいただきました。ちょっと相談あるんですと。すごくありがたい話というか、できたお母様で、未就学児、まだ小学校にも上がってない生徒さんだったんですけども、大丈夫ですか、うちの子供、立ち歩いてる歌ったりとかですね、騒いだりとかしてませんか、もし、そういうような状況であれば他の時間帯に、変えてもらっても大丈夫なんですけども、というようなちょっとご相談をもらったんですね。まあそれに対してゴリ先生、まず第一声、うちの生徒、例えば静かなところで点数が、当然取れる、ソロバン算が取れるのは当然当たり前なんですと、大会とか検定試験の時はその最高の状態で受けさせる、じゃあ練習の時はもっと過酷な状態で練習させたいんですと、ちょっとやそっと騒がしかったり車の音が鳴ったり何か音が鳴ってる状況でもうちの生徒全然平気で点数取りますから問題ないですと、あとは逆に、未就学まだ小学生にも上がってない子でですね、逆に元気がない、全く喋らないとか、ものすごく静かになってる方が逆に僕すごく心配ですよと。未就学の子で本当に集中ができて、なかなか椅子にじっと座ってられる時間30分もないと思います。30分座れたらもう上出来ですよという話をさせてもらったんですけども、ただ保護者の方から、例えば僕から、ゴリ先生の方から保護者の方に相談というパターンもあるんです。実は逆のパターンもあるんです。騒がしいんでちょっとお母様の方からフォローしてくださいとか、時間の変更って可能でしょうかとかっていう、いろんなこちらからお願いすることがメインなんですよ。ほとんどはそうなんです。しませんかみたいな話をするんですけど、逆に保護者の方からまだ入って、間もない、生徒さんなんですけど、そうやって気使っていただいてお声掛けをいただく、全然問題ないんですね、その子で。その生徒が来てですね、ちょっともうすごくじっとやっぱり静かにしてたんですね。でゴリ先生さっきも言ったみたいに、気になるんです。元気がなさそうに見えるんですね。何かあったのかな、もしかしたら、幼稚園とかで何かあったのかなと思って当然声掛けするんですね。どうしたら今日、何か嫌なことあったかっていうような話をした時、パパと約束したんだと、何約束したの、3つ約束しました、歌わない、喋らない、立ち歩かないみたいな、ような約束をしてきたから、じっとしてるんだっていう話をしてくれたんですね。すごいな、じゃあそれをまず目標に頑張ってみようか。でなんとスタートから45分、1時間とまでは言わないですけど45分間、まさに45分ちょっと過ぎて、もう残り10分15分ぐらい、10分で授業終わるかなぐらいの時まで、本当に見事に、その3つお父様との約束を守ってくれたんです。まだ小学生行ってないんですよ。喋らないし、当然喋らない、立ち歩かないができてるので、問題を解くペース、問題数も多くなってるんですね。まだ未就学児で45分50分近くじっと、いくらお父様との約束とはいえじっと、しかもやってることは勉強ですからね、計算なんですよ。それをじっと50分間できてる、それがすごいんですよね。
本当にソロバン学習の僕いいところ、この今回のテーマで可能性を広げる、まさにこの通りなんですよね。計算力アップだけじゃないんだな、子供たちにいろんなことを、子供たちがこのリアルの箱の中で本当にいろんなことを学んでくれてるんだな。多分その子、はっきり言って同級生の中ではもうここで数ヶ月間今のような考え方で、お父様お母様がそのような指導をしてもらいながらうちの教室に運んでもらって、うちの教室で学んだら数ヶ月後にはもう全然同級生とは全く勉強に対する姿勢、集中力、あ、全く変わるんだな。この瞬間、その授業の、態度を見た瞬間に、あ、この子いけるって思いましたもんね。まだ1ヶ月経つか経たないかぐらいですかね。まだ入って本当に間もないんですけども、あ、この子伸びるなって思う瞬間って実際そういうところなんですよね。確かにあのスピードが言ったことに対して3回してくるような子であったりとか、本当に初めのうち計算のスピードがいいっていう子はいるんですね。あ、この子もしかしたら大会とかまでいけるかなっていう、最初のスタートが結構良くても、結構中間ぐらいレベルが上がって6級ぐらいになってくると、そのペース、あ、最初この子いけるなと思っても6級ぐらいのペースになって中だるみというのが出てくるんですね。あ、もしかしたら見余ったかな、大会選手コースにはちょっと厳しいかなというパターンがあるんですけども、さっき言ったみたいにお父様お母様との約束をパンと守れて、もうまだそんな小さい学年で、集中力、じっと1時間近く学ぶことができる、もうこれ段階で最低限のスキルクリアしてるんですよね。あとはこちらで教えて練習量を重ねれば絶対的にこういうタイプの子は伸びてくるんで、はい、間違いなく、すごく楽しみにはしてるんですけども。まあ、テーマとして、本当に、そろばん、いろんなお父様、お母様の考え方、指導者の方が考え方があると思うんですけども、本当にゴリ先生、そろばん教室って、いろんなことを学んでもらえる、いろんなことをこのリアルな教室を通して、子供たちが学んで帰ってもらえるんだな、というのを、今回、ことごとく、実感したというお話でした。このようにですね、無料の動画もなんとか頑張って毎日アップしていきたいと思いますので、また、もしリクエスト等があればですね、また、コメントの方に入れておいてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。